ちは。あ、志賀さんですね。あ、志賀さんどうも。宇賀谷です。どうも先生ありがとうございました。何来たの？え？車で来ました。あ、そうか。あれなってね、脳梗塞だやって。あ、そうなんだ。足こんな太くなってよ。あ、本当。糖尿病だったんだよな。え、病気されたの？うん、だって、あれ足どうなの？俺が糖尿、俺も糖尿で、うん、あの病院行ったら、あの高橋って言ったんだけど、あんだ順な200人ぐらい患者いるし、一番下がって、うん、ここになっちゃうなんて俺嫁さんが言ってやんだよ。はい。うん、だって足は治んなかったんだな。なんか足に麻痺が残りました。ん、足に麻痺とか残りました。麻痺じゃない、こういうなんとか残念な足になったんだよ。ほんと、ちょっと入っていいですか。はい、あ、こっちから、こっちから、こっち待って。そうか、大変だったんですね。うん、俺も今日娘がいなく、あれと来たから、息子と来たから、なかなかね。あ、そうなんだ。十何年ぐらい、あと娘、なかなか忙しいんだよ。そういう、そういうやつ、そういうから娘さん、あ、一族は集まらなかったんだ、ね。うん、今日はみんな来ねえ、誰も集まんない。10人できたけど集まったの。本当ですか。13年目だよ。もう今日13年目ですよ ね、うん、なんてこんなに潰ってんだもの。ねえ、だいぶ田んぼ潰して、何なんだろう、こんなこと言って。なんかあれですね、こうしてみるとやっぱり 変ですね、この風景って。だからこういう津波だって、なんか土石さんに津波だけだったら、田んぼが作られた。ここ補助の一番低くて 0.04 だった。ねえ、ここら辺は低いですよね。ほら、出してんだ、町の候補だよね。うん、うん、あ、こんなのなんだ。あります、なんか、ね。あっちはな、うん、どんなんぼってなしんでるのが結構あるよ。ここよ。あのね、さっきちょっと僕あそこ、あの、富岡の浦賀浜行ってたんですよ。うんうん、そしたらね、やっぱり2とか3とかありますね。あ、うん、なんでここやっぱドーンと上がって、こう飛んでっちゃったな、ここで。そうね。軽くて重くなったから、2、3時前テレビでやったの見なかった。やってました。やべえ。あれ2回目、あれはあの実際やってやるぞ。あれ、フェスティ福島って言ったら、50人の福島ってことで、はい、な80人ぐらいいたみたいだけど、はい、あれお次、連さんが吉田との代わりにやったんだな、はいはい。あの人も亡くなって。志賀さん、僕もお参りさせてもらっていいかな。生まれて今ないんだ、ここだ、雨とか。あ、そうなんだ。うん、どうぞ、うん。なんか僕と話してて捕まえてちゃったか、申し訳ない。いや、大丈夫ですか。うん、大丈夫ですか。なんか大丈夫でもいい。肩貸さなくていい。いや、大丈夫。72年までだよ。俺。昭和22年まで、うん。全然そんな風に言えない。うん、違う。だから全然そんな風に言えない。何年僕も還暦。還暦で60で、わけは60なんて、俺先生の時60くれた。ああ、そうですよね、うん、そうですよね。だから今70なんだから、戦後20年くらい、うん、戦後20年でしょ。うん、それで終戦が終わって、親父が来てから回ったから、そういう事件にやって22年待ち、そう言われる。俺の弟が2番目も亡くなった、3番目も。あ、お先に亡くなられたの。いや、先だ。2番目は新潟県に亡くなって、3番目は柏で亡くなった。そう。あの方が息子さんで、奥さん。お子さんたちと、そうなんだ。あと妹と12人がいたもん。ああ。あと妹が2人。あちら兄弟で4つやってんだいって。あれですよね、あの二人は震災後に生まれたんですよ。6年と終わりだったか、堀木さん、うん、あれだ、全然分かんねえ。
まもと全員なかったら母ちゃんの殴りのあれもなかったんだけど、そうだよね、運命だ、運命って言うと母ちゃんにいればまだ俺も考えをしてくるだ。だけどあれだよね、運命っていうのには僕はちょっと悲しすぎるな、なんか、うん、まあなだって想像つかねえもんな、つかない、もなつかないっていうか、俺ほんとき明日、あれ木曜日だったべ、うん、金曜日、あ、金曜日だったな、うん、で水木と俺筑波で行ってんだから、あ、そうそうそう、米のあれで行って行って、米のあれ行って、あちこちいたら友達で来てずっと回ってきて、終わって新鮮の時の、うん、夜が、うん、夜でね、前の日で帰ってきたのな、うん、して明日東京さんがということで、うんうん、あれの、うん、あの募金のよう青信のやつ2回で全部整理してや、はい、終わって、あの、言ったら志賀さんはなんだか2月やるわけってのを3月でできないで、本当にやるって夜やるわけだったの、この番だもんなったの、これも長田っちゃう全部ね、終わって長田さんちょうどこっちから行ってたから、ここにあるのってこれ志賀さんの車じゃないですか、これここ持ってきたんだ、流れてきたの、いやいや、あっちこっちだったのうちのだって、あこれ、これにある道具に一本にして残すかと思ってこれも残せないんですけど、このままではダメだって言うんだもんね、うん、ちゃんと囲って、だけどこうやってね、震災以降で残してくれたらいいのにね、ちょうちょさんはどうなんですか、この方は、だって悪いこと一つもねえもんだって言ったら、新しく作れば何でも踏み入れんだもん、うん、こっち俺のくれるようになったの、僕ところ俺ぐらいが、だから双葉が解除になってからです、いや、その前、はい、この辺が、あそこにそのあのあれが、あの伝承館が作られ始めたあたりだから、ああ、そっか、もう何年ぐらいになりますっけね、何年だな、十何年だな、もう5年、6年前だな、うん、だから最初はマスコミ11人なんか最初はここで積んだわけや、ああ、ああ、そこあれなんだね、みんな写真撮ってくるんだね、ああ、辛いんだよね、だけどこういうところこそね、僕は震災以降で残してほしいんだけどな、ここ、これ、へえ、へえ、すごいや、あー、そうだね、もうそういうぐらいの年月だよね、そうだな、俺だって結婚した時、親父が結婚の祝いつかなって記念にして家を作って、あ、作ってくれたの、いやー、いい、松田のとこ、昨日あったんだけど、これも引かれちゃったんだ、ここいう4時っていうのが、うん、これは残って夏強いんだな、この椿とか笹の椿は残りました ね、 残りね、すごく強いですね、なんかね、どこでも椿は残るんですよ、ね、やっぱり夏だ、枯れるやつはダメだわな、だ杉などか、おこの八幡様のやつは枯れたのを適して感じるの、そのおさんでわずか後ろさのなんだ風呂場作ったんだけどね、あれは何なんですか、そこが一軒あったんですが、そのうちごのおばあちゃんも八幡様になったんだ、あ、ここにお家あったんだ、なるほどね、銀やって最後にはうちで辞めたんだけどね、そっか、大事ですね、なんか来れてよかったじゃないですか、降りる大きいのってのはほとんどあんまりいねでねえか、うん、これ7時なので、これを入れ大きい、このブラック、このブラックでな、どうもすいません、なんかお邪魔しちゃって、それ行くべ、あ、行く、うん、だから、もう先行見てくれべ、また名取にもお尋ねしますよ、あっちもね、片付けどうもすみません、お邪魔しちゃって、まあ、あのすみません、この間名取で、はい、あのお尋ねさせてちょっとお話を聞かせていただいたもんですが、ウガヤです。はい。あ、そうだそうだ。ずっとあいつは花をやってきたからな。
から、なかなかことは何でも分かるし。こっち取ったら、これもね、これが捨てた。これ綺麗ですね。これ花咲くんですか？花咲く、白いの。ね。これブロック、こんな、下で穴開けてたの。倒れちゃったんだ。あのホテルでしょ。あれ北海道の業者なんだ。ここら辺もあれなの？志賀さんの田んぼだったの？田んぼはこの辺じゃないんだ。この辺は埋葬って、あと遠いと山の上の向こうの方だったのね。ここに近くで水町ちょっと開けたね。そうなんだ。いや、それも聞いてみたかったんですよ。ここら辺もお家があったんですよね。いや、うちあって、ここ三軒割ってくれて、しすぎたし、あと、ここじゃなかったな。この人はちょっと前に出て行ったから、この前に菅本さんっていう人はね、この人はうちの親父と銀やったけども、あっちも四級かな、国屋にいない四級で終わったのか、それで四級やって終わったけども、でここ神社もちょっと動きましたよね、これね。神社はどこからあったんだ？ありましたよね。あったけど、こんな こんな場所だっけ？なんかちょっと動いたような気がする。で復活とかこういろいろ書いてあるんだ。で、あのお地蔵さんってあれじゃなかったかな。そうでしょ。この人ね、まだ空いてるから若いんだから。いやいやいや、だって今ちょうど2、3年は昨日というやったけども、ずっとこう宮城か福島宮城はやってから岩手でね、震災関係ね、でこの部落で、この中野地区だと森だけど、あと中浜で3つ部落があって70分ぐらいあって、ほんで20人ぐらい亡くなったんだ。あそこのあれですよね、柏村さんのとこ。柏村、そうか。柏村ももともと俺親が長浜が出て、で親の土地もらってそこ行き過ぎたんで。ああそうなんだ。どうもすいませんね。はい、ね、じゃあありがとうございました。お気をつけて、はい、もう今日はか名取帰られるの？はい、じゃあ失礼します。どうもありがとうございました。どうも。
じゃあごめん、もうちょっと戻ろうだって。すいません、この辺にしようか、この辺にまで戻ろうか。ただいまから大熊町 3.11 の集い有志の会による 3.11 の集いを開催いたします。本日主催は求めさせていただきます。大熊町 3.11 の集い有志の会のメンバーの遠藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。3.11 の集い有志の会代表松永秀敦よりご挨拶を申し上げます。と申します。さて、あの日何でもない普通のことを本当に貴重な体験でございます。この貴重な体験をこれからあの震災をわからない、また忘れてしまった、そういう人たちにこれからもこの貴重な経験をつないでいって、少しでも災害に耐えられるような人になってほしいと思います。最近も能登半島地震があり、甚大な被害がございました。我々は被害からは逃れることはできません。しかしこの経験を通してみんなに教えてあげることができる減災、防災、そして災害を最小限に防げる、そういうことを学んできたことだと思います。町民がふるさとを離れ、基地を果たすことなく、本日まで多くの方がお亡くなりになりました。謹んで哀悼の言葉を申し上げます。あの震災から13年が経ちました。貴重の第一歩を果たしたここ大柄地区では、昨年4月認定こども園と義務教育学校が一体となった。しかしながら町の復興には課題が山積しております。これからも努力を重ね、皆様と問いを共同開催とし、献花台を設置いたしました。共催を心よく快諾。
向かって黙祷を行いますので、こちら側に役場側に皆さん集めてください。芝の中でお願いします。海側に向かって黙祷を行います。役場の建物側にお集まりください。ありがとうございます。ありがとうございます。毎年行ってるんだよ。わー、母が大好きで、いや、昨日から郡山から来てたんですよ。熊本の高山で。あー、決まりました。はい、来まして。そうでしたか。コロナです。コロナでね、できなかったから。まだお時間ございます。結果、まだの方、お受け取りください。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。お子さんによろしく。はい、ありがとうございます。お会いできてよかったです。ありがとうございます。後輩に言っといてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。はい、どうもありがとうございます。マッチ。ごめんなさい。ごめんなさい、失礼失礼。アップは無理だな。休憩体制入ります。はい。3.11 の集い有志の会副代表山本美希子より閉会のご挨拶を申し上げます。はい、ありがとうございました。はい、お願いします。取れなかった。俺も取れなかった。本日の失礼。
3.11 有志実行の会が一緒に行うことができましたことを大変嬉しく思います。生活は続くと思いますが、頑張っていきたいと思います。大熊町消防団脱廃隊による演奏によって今年も素晴らしい演奏の中で黙祷ができました。ありがとうございます。これをもちまして 3.11 の集いを終わらせていただきます。今年も本当にありがとうございました。生徒会とかなんかで代表で選ばれたとかじゃないの？いやではないですね。今日たまたま使った、はいはい、ごめんなさいね。じゃあちょっと やってください。あのね、あの2歳の時だったら震災そのものの記憶はないわ、あんまりない。はい、あまりないです。で、あのじゃあね、あのその後はどこに大熊を避難 したわけでしょ。どこに住んでられたの？はい、去年までは会津若松市で生活していました。あ、そうなんだ、はい、じゃあそのもうあれなの、今も会津若松に住んでるの、それともこちらに戻ってこられたの？はい、今年度から大熊町に、教育施設が戻ってくるので、あ、戻ってきたので、うん、大熊に戻ってこられたと、はい、ということは今中学3年生から高校1年生に上がるっていうところ、はい、それともあ、それで合ってます、はい、高校もじゃあ大熊で今もうあれなんだ、通るようになったんだ、はい、じゃあ大熊にも高校ができたのね。大熊にはまだ高校できてなくて、うん、広野町っていう、はい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 、で広野まで通ってらっしゃるの、はい、あ、そうなんだ、大変ですね、なかなかね。まだ質問されます？あ、ちょっと聞いてもらう、将来のこと。あ、でも一緒にどうぞ。あ、いいですね、うん、将来のことだったら僕も聞きたい、今聞こうと思ってたからだから あれなんです、なんていうのかな、そういうその避難体験がもう13年になったわけでしょ、はい、でどうなんだろう、そのなんとなく会津若松で育つと会津若松っ子みたいになりませんでした？そうですね、友達とかまた会津若松にたくさんいるわけですよね。はい、そうですね。あ、じゃあ結構こっち戻ってくるのって友達とちょっとバイバイせないかんみたいな、そんな感じはなかったですか？はい、そうですね、やっぱりあった。はい、そっか、ちょっと寂しくない？それは。そうですね、ちょっと寂しい、はい、寂しい。だけど戻ってこようと思ったのはなんでなんですか？そのやっぱり私のふるさとである大熊町で学びを深めたいなって思う、うん、あ、そう、思いがあったので。多分ね、こちらの記者さんも聞きたいと思うんだけど、それはなんか将来に夢があるの？はい、私の将来の夢は保育士になることです、うん、え、
保育士。あ、そうなんだ、はい、へえ。で保育士さんになってまた大熊でお仕事したいの。はい。へえ。それは何か自分のそういう体験と関係があるんですか。はい、その大熊に住んでる子どもたちの成長する力になりたいなって思って、うん、あ、いいことだね。偉いね。ありがとうございます。若いのにしっかりしてるね。うん、あ、そう、はい、自分ではそのどうだったの、会津若松でね暮らしてる。僕もあの一度会津若松に大熊の町長さんを取材に行ったことがあるんですけど、うん、あれだった、向こうの人はちゃんとあったかく迎えてくれた。はい。あ、そう、よかったね。あの、あれだった、嫌な目にあったりしなかった。結局そう、会津若松で小学校から中学校に出たわけだ。はい。あ、で、あれだね、大熊、あっちの学校みたいな感じですか。そうですね。そうだよね。そういうことになるね。うん。そうか。だから、町立大熊、小、違う、中、小中になるんだけれどもってことだよね。はい。もともと大熊どこの出身なの。南台。つったら原発に結構近い、ね、はい、うわお、あ、ごめん、止めちゃった。ごめんね、ちょっと今が、はい、大丈夫です。じゃああれだね、お家はまだ残ってるの。そうですね。あ、そう、はい、だけどあれ、もしかしても中間貯蔵施設に入っちゃった。多分入ってると思います。あ、そう、戻ったことある。あ、一度あの熊町小学校の、はい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 、場所に訪れたことがあって。あ、熊町小の出身なの。熊町小出身では出身だけど学区はあれなんだよね、はい、熊町小に当たるんだよね、多分ね、はい、きっとね。なるほど、分かってきました。あ、そうなんだ、分かっ、うん、言いたいことは分かる。うん、うん、そう、あ、どうぞどうぞ。あ、離れる中で、まあ、こう、あの、あっちでご家族と暮らしてたと思うんですけども、はい、その帰りたいっていうのは、ののかさんのご意思が結構やっぱりご家族にも伝えたのか、結構伝えましたか、帰りたいの、私は帰りたいんだよっていう思いは。はい、もちろん伝えましたし、あと弟が小学1年生、はい、今小学1年生なんですけど、なんか学校、小学校になるんだったらやっぱ大熊のふるさとのこともなんか考えてほしいっていう思いがあったんで。うん、そっか、そっか。あの、ごめんね、あの、逆にね、2歳でふるさと離れて会津若松に行ったわけでしょ。はい。あの、すごい大熊に対する兄弟が強いなと思うんだけど、それはどうして。やっぱりその家族みんなが大熊町出身で。あ、そうか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 、よく震災前の話とかよく聞かせてくれて。お父さんもお母さんも大熊出身なの。はい、そうなんです。あ、そうなんだ。あ、なるほどね。じゃあ、あの辺だと海に行く話とかみんなするよね。はい、するよね。あ、そうか、そういうことか。結構思い焦がれてたというか、部分もある。いつか戻りたいなという。はい。まあ、結構そこに迷いはあまりなかった。なかったです。あ、おー、すごいね、しっかりしてるね。そのお時間よろしい。あ、ごめんなさいね、どうも、どうも、先生、先生ですね、はい、ごめんなさい、どうも。じゃあ、そろそろ解放してあげなきゃいけないので、どうも。